沢は外のショット 40% 超える確率、ラベナも得点力がある中でここは見事なパスでしたね。バスケットカウントになりました。ダウンパスですね、はい、ここまで、まあ、これが滋賀の初得点となりますが、ラベナのアシスト、まあ、パスというところの安定力ありますよね。はい、そうです。アウトショットの確率がまだ上がってきてないだけで、ああいったアタックは一つ有効ですかね、島根としては。ただ一方こちらもアタックを見せました。いや、素晴らしいアタックですね。バスケットカウントです、はい。矢部さん、今日、はい、特にこのペイントエリアのアタックかなりアグレッシブですね。そうですね、柏倉選手非常にあのオフェンス落ち着いてしまっている状況ですが、さあ滋賀は走っていくか。ただ白浜も厳しいディフェンスをラベナが抜けていきます。素晴らしいですね。あのボールが再び滋賀です。しっかりこの厳しいディフェンスを抜けるオマラも見事落ち着いたフェイント。非常にいいパスしましたね、はい、もちろんまだまだ油断はできません。ラベナもキックアウト、見事なパスが生まれて3ポイントが決まりました。いい、ね、ここのアタックですね、はい。まあ、圧倒的に滋賀がリーグのトップに立っている。それにこのようなさらに突き放すか島根。これはディフェンスを華麗にかわしていきました。いいドライブでしたね、はい。滋賀の、ね、ターンオーバーがちょっと目立ちますね、はい。ただオマラのスティールだ。スティールの応酬なんとか食らいつく。3点差です。3、2ゾーンですね、このディフェンスが形になっている。ここもブロックだ。ナイスブロックですね。ブロックショット、ここ早いですね。そして走ったが、はい、ビフォーデが奪い返します。渋谷にボールをつないでいきました。そしてラベナ、今度は自ら。素晴らしいですね。もう少し点差が開いた試合になるかなと思うんですけどね。島根は第3クォーターだけでターン。これ滋賀最後の攻撃になるでしょうか。残り7秒、スリーポイント成功なるか。スミスの一本は決まりました。素晴らしいですね、はい。今のもね、いいボールムーブなんですよね。最後の最後まで食らいつきます、滋賀レイクスターズです。7連敗脱出、その前には西地区2位の三河のスクリーンですが、スティールだ。ターンオーバーですね、ここも。ここでラベナが奪った、見事な得点。さあ1点差、少し連続したターンオーバーですので、そこからの、はい、ですね。島根としてはやはりこういうビフォード選手のターンオーバー直前だと少し無理なタフショットが見受けられますので、はい、しっかりボールを回してそこから得点したいですね、はい。オマラにつないだインサイド強さがある。なんとか森山につないだが、一度外へディープスリーを決まりました。打つしかないという状況だったかもしれませんが、はい、一度このシュートの軌道をもう一度見てみましょうか、はい。まあ、しっかり気持ちで打っていった。そうですね、でこのバウンドで決まったっていうのは少し滋賀の流れを感じさせますね。